僕もこの光景を目の当たりにしたときは、君、でも見間違いじゃない。死んだのは、あの名だたる歌手の。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないなら、ハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパニーのことを聞き、ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部。最も単純な光塩水の表現技術。ここまで来ても、君はあの、巡回レ。ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保障する。危険に遭遇した人がいたら、強制的に目覚める。彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それは、その約束の裏に、調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは、思考を、その防衛線を突破して、無境の中で死を作り出すなんて。ファミリーの許可がなければ、メモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性。他人になりすました、マネ。アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの、彼女の惨状も、見ての通りだ。さ、大丈夫。君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。ただ、君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今、くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、黄泉とは確実に距離を置く。何しろ、影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。そう思わないかい？でも、表に出ている計略の裏に、さらに。メモキーパー。僕たちの取引はと。アベンチュリンさんの言って。カンパニーはガッ、前から言っているように、挽回のガンのおか、あの連中は君がこのまま静かに泡となって、そんなの不公平だろう。僕の目標は一つだけだ。今がチャンスなんだ。僕がピノコニーの各地で、この悪い知らせはファミ、でも、きっといくつかの派閥は例外になる。君たちは真相を、急いで答えを出す、あのナビゲーターのおね、ああ、それから、じゃあまたね。アベンチュリン、言うだけ言って、この後はブラックスワンはどう思っ、表面的には彼はまだホタルさんのことを知らん。反応が早く、それはいずれにしても他の問題、何もかもが突然、さあ、こっちに来て。短い道のりだけど、はぐれないようにね。ここから出られるわ。残念だけど、記憶でも怖がることも。ああ。これは私も、次に会うとき。
ファミリーの代表、姫子たちは大丈夫かな？いろんなことがあったな。刀を抜く時です、レンジャー。ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。彼らはまだ生きている。あなたにはまだ選択。トフェとの縁は。レンジャー、私たちは炎の中か燃焼を。あなたの仲間は。あれは私。しかし、またなぜアイオーンたちが消え。お前は自分の正体を隠す。壊滅とは壮麗な種。たとえその答え。答えは重要虚空の中で。美しい夢は。わかった。お前はこの世界で最も輝く。そこ知れぬ夢。この刀がまだ鞘。あなたには遵守は。死があなたの長い夢。そして私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼女を殺そうとしなかった。運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っ。このことはあなたの。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、彼は私の性格を知っています。ですがあなたは知らないようなので。おそらくあなたの敵では。質問の答えにな。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニー、私ならあなたを助けられ。なぜそんなこと。私はよく忘れてしまうから。私にはどうだ、鎧を脱いで話す気にな。まだその時ではありません。私は助けを必要としていません。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らはもう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。それでこれからどうするつもりだ。あの、その必要はありません。もっと簡単で直接。いわゆる不可能と呼ば。まあいい。あなたの脚本の中に。残念ですが一言も触れられていません。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。ま、答えはノー。一度も見たことが。私には生まれつき
夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界でいる。ホタルのことはブラックスワン。ごめんなさい。現実世界は穏やかだが、みんな落ち込んでいる暇。まずは状況を整理しましょう。ナノシビトは今回、今思えばあの時ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろう。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、それにホタルの件は目撃者が多くて、各この二つの事件は根本的に性質が違うから。ああ、それになんか獲物に夢中になって足元をすくわれ、こうなって今私たちが死、とにかくまずは情報を集めて、できるだけ多くの可能性を並べて、ただこれだけ多くのことが起こっても俺たち今回は本格的に名探偵を演じないとね。これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思う。それにここはファミリーのテリトリー。アベンチュリンさんについてはベルト、あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は感情と論理の両面だが、状況がはっきりしない今、より俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づき、つまり先にアベン、あ、もちろんリスクはあるが、理屈はわかるけど、ここって悪いやつが、はあ、せっかく心配して、もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。それじゃあアベンチュリンさんへの返事は。アベンチュリンさんの目標は、うん、そうね、今はただ考え、彼は明らかに生まれながらも、アベンチュリンさんの言葉の中、彼は何も証拠がない状態で、あの時ここまで明らかに根拠のない推論は、もしかするとアベンチュリンさんの目的は最初からしただ来ると言っていたはずの。ところで君はこれまでに、なるほど、あの連中は不思議で、クロックボーイ大好き。ああ、何もかも突然すぎない？なんかロビンさんは死んでなんだって、これって夢の中だよね。なんか、あの大劇場を見ると、ううん、そういうわけじゃないよ。町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰、うわー、むしゃくしゃする。冷たい。でもそれじゃあ町の人たちと、これ以上アベンチュリンさんからの要求はないようだから、先にファミリーの、今のところ彼女が目撃した一つ気になるのは、夢の中で誰かが死んだ場合、その人は現実世界でどうなるの？なら二手に分かれて行動するのはどうだ？気になること？え？あ、ついに姫子と用事お客人、出てきてくれないか？
そんなにジロジロ見られると私も。これは失礼。俺はベルトよ。請求ベルト。ん？その名前がと。その前に私の名前を。その必要はないだろう、ヨミさん。彼らは何と言っている？ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも同様に君の刃によって惨めな死を迎えた。そして君は次にピノコニーで血の雨を降らせようとしているとな。アナイア・レイトギャング、栄華鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太后は死にゆく体を烈火に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの上等が。君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらそれなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在的な正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂かれる覚悟。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を。あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャーヨミ、それが今の私の肩書きだ。そして私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。これで十分正直に話していると思う。まだ自分の正体を明かしたくない。明かしたくないというよりできないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも長い。誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も請求列車がなぜ性格を持って銀河を旅しているのかは。彼女は大丈夫か？あのメモキーパーは何も。彼女のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうか。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、それはピノコニーの秘密はかつての開拓と。だからあなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリーの内部に潜んでいる。ベルトさん、あなたも同じ決。ここまでにしよう。とりあえず君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が見つかるまで曖昧な。わかった。そうだ、何か飲むか。出発前に夢からの目覚めを2杯。いや、これからの話は長くなるだろうからな。私は彼女をずっと見ていた。彼女は宴会場の隅に座り、ただ静かに夢からの目。そうか。現実世界の客室はあなたの外見と同じようにね、ヨミさん。労せずして手に入れたこのオルゴール、アナイア・レイト・ギャングが受け取ったあなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは多く、アナイア・レイト・ギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち、
彼らに。12のメモリ、12の目標。よくやった、デブ。あった。ぼんやりとしてるけど、最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに途切れてしまった。奴らは眠りの国に来た。ただ風雨に邪魔されずに眠ることだけ。炎の古来、これはお前たちの成人の儀だ。こいつが出るまでもね。映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち。彼らはこの先で何が待ち受けている。でも記憶の復元は順調。彼女が来る。もうすぐ来るわ。どういうこと？この後の記憶は空白？まさかそんな。このオルゴールがヨミさんの手に渡り、彼女によってピノコニーに持ち込まれたのは事実。あなたはこれは。ほら、メモキーパーさん。私はコンスタンス。お会いできて光栄です。本来なら、私たちはピノコニーで出会い、共に。ですが、それは叶わないようですね。宴の星は、ダリアを歓迎していませんし。私も彼女の秘密が欲しいんでしょう。それなら私が教えてあげますから。私の代わりにあなたに。忘れ。電話出たの。前日、スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の市長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。ツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大聖系が交わる無種。今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らはツガンニア。意地はあっても水はなく、あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、あなたがこの子の父親を連れ去った時、私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。そうでないなら。お母さん、雨だよ。雨、そう、雨だよ。本当だったんだ。あのよそから来た人たちは。おや、聞いて。あなたは幸運な子。父母神があなたのために、あなたの体を流れる力が、いつも計略が、この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ。ああ、参ったな。スラーダを。君の推測通りだった。
外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。まあそうだろうね。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れ、正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死、だから確信したんだ。このじなら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。死者はロビンの他にもう一人いる。密航2件の殺人事件。なるほど、この件の犯人は本当に狂ってるな。ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンどうすればいいかな。大したものだな、ギャンブラー。チップはたくさんあるけど、しロビンは彼女の言うところの口の聞けない、彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら残る可能性は人、彼女は死んでしまう。全負けした挙句現場には目撃者が、現状は楽観で確率を聞いている。だがあの男は、あの男サンデーだ。公に審問、前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど、レイシオ今なら確信を持って言える。こうしちゃいられない、今すぐ出発しよう。案内してくれ。お着いたぞ。朝露の館、オーク家の要塞。各当主が集まりピノコニーの体系について議論する場所だ。要塞、ここの所有者にぴったりだねえ教授。僕が君を見てろ、そのついてこい。サンデーさんに頼まれた。ああ覚えている。何の話だ。君の頭の上、前にも言った君には見えないだけだ。この先は扉が閉まっている。僕が言いたいのはセキュリティ上の理由から、前回はカンナという使用人が横の部屋に行って、じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。6話のつぐみは別々の、そうだが、いや五大クランの中に、
これが正解だった。実に素晴らしい。本気で言ってる？ただの冗談。中はすごく豪華だね。サンデーは忠告しておこう。ここなあ、君の言う通り。ファミリー、どうかしたのかい？間違えたわけ。おいおい君、これはテストだ。僕の認識が間違っていなければ、真面目にやれ。誰も、大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入って、前に来た時はこんなスロットは。君の天才的な頭脳なら当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐに分かる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。見つけた。あれだ。これっぽっちじゃ入場できないよ。
受け取れ。プレートには僕が君なら今すぐ。まるで積み木を積む。嘘だろ、体が…ま、ここは夢の中で…教授、いっそのこと、冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。こんにちは、私はオーク兵なら案内し、こんにちは、私はオーク兵ガイドを生成し、さいももももも、もも、私、さい、あっ、何がなんだか、ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。ま、ガチャの模型だ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコンの巨人にでもなったつもりか。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボール。教授、大声で叫ばなく、これでようやく静かになるな。Yeah.
切れ味が落ちたようだ。これだ。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕もひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わない。これで全部集まった。楽勝楽勝。全部集まった。楽勝楽勝。楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。
君が生きて箱に。もちろん。君の計画を。計画なんてないよ。君は本当に。それ。僕、そして、僕は。なぜ彼には。理由なら単純。君が以前矛先を。あれは口実だ。それに、でも正直に言うと、見ていてくれ。この扉を通って。このギャンブラーめ。チップ3枚でオールオアなし。私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようです。お世辞をどうも。あれだけの手間をか、ええ、これは正体で、おそらくあなたのそばにいる。ああ、そのことは僕より、ええ、先日今あですが、一つ聞かせてくれませんもし違う、私の理解、その理解で合ってるよ。腹の探り合いはやめて、妹さんのことについて話そう。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことが、今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人でも心配する。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つ、ああ、今回のことで、奇跡の入った箱。その通り、奇跡、戦略と、それほど貴重な品なら。でも君も知っ、アベンチュリンさん、もちろん。そうですか。私はいかなるリスクも犯さない。少しも相談の余地は。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だ。思っていたより妥協するのが早かったですね。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているの。三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の下、何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。そしてあなたには私の信頼を得るために身の潔白を証明する時間が113。僕が答えることを。それでは、質問。あなたは奇跡を持っていますか。ああ、簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来たとき、奇跡をファミリーに渡し、ああ、あなたがファミリーに渡した奇跡は、あなたのものです。ああ。今、あなたの奇跡は、あなたの記憶はいかなる形でも回、あなたはツガンニアのエビ金属です。で、そんなことまで。エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったりか、ないね。それが何か関係。あなたは自分自身よりも家族を愛していますか。ああ、エビ金人は全員ある虐殺によって命を。いや、あなたは一族で唯一の生き残り。多分ね。あなたはこの世界を憎み、わからない興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると。もちろん。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。探していたもの、
ですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中で。なぜ僕を引き入れられると思うんだ。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。言ってみろ。アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただく。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力が。もう少し分かるように言った。アベンチュリンさんが指し彼ですが、彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか、クリフォド。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は大魚。どうする、彼を問いただすか。まだその必要はありません。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預ける。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻す。博識な教授、ご協力ありがとうございました。ファミリーはかならず者についてはあなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたの石をこの野郎本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残。もう少しはっきり言ったら、先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたはこれが。それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のため、この17システム時間あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今の確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。その時が来たらあなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多く恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって、そんなの不公平だ。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。そさあ
行ってください。アベンジリンさん。つまり、この会合は取り調べでも、何かの花ただの死刑だったってことか。まさか。アベンジュリンさん、私は本当に知りたいだけです。ああ、そうでした。まだ何かあるのか。あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか。カカワン社、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたの。あの人たちのところに弟のあなたはいない。お姉ちゃん、そんなに。あいつらと賭けをしたんだよ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃ、うん、あなたなら勝てる。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由に。これはただのネックレスだけど、うん、お姉ちゃんごめんなさい。もうこんな。もちろんネックレスは大事だけど、私苦しみと貧困は地母神の試練。でもあなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導き、言うことを聞いて。分かった。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が、お父さんが龍さんに飲み込む、母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、お姉ちゃん、みんな僕のことを賢くたちは一体どれだけ前。申し訳ありません。アイリス家のファイルには、その想定の範囲内ね。ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数。申し訳ないのですが、ここじゃ何もわからないみたい。少なくとも次に誰に会えばいい。アレイさん、いろいろありがとう。大丈夫。それはどういう意味でしょうか。ロビンさんが、ええ、きっとそうね。やっぱり誰もロビンさんのことを知らないみたい。でもそのホタルって子も謎めいてるわよね。ホテル、彼女は遺産争奪戦の参加者なのに。ホテルの客室にあるドリームプールの他に、メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから。そして性格ハンターのハッカーは、信じられない方法で無教ホガーデンオブリコレクションに性格ハンター。君たち一体何者だ。ブラボー作戦チーム指定の位置に到着。武力避難作武力避難。お前に何が分かる。この方が、そんな、勘弁してください。ねえ、あれ見て、今の声って。宿泊客の皆様、痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから。君たち今すぐ彼を部屋まで引きずって行って、後で会議を開くからね。自己報告書。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの衝突を。見ての通り、ピノコに招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められ。だからアベンチュリンさんはあちこちで協力者を探してたのね。無教の中では、うん、彼の助。ありがとう、トパーズさん。それならちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから。
アベンチュリンと取引し、あの人はああいう。でもアベンチュリンは二つの事件に。俺たちは長官。私たちは前。なるほど。なんでお前が、ま、用があるなら早く。あんたたち知り合いだった。そうそう、うちら。それはこら、こんな、な、そうだ、話すことなんかない。協力する気はないみたいね。でもなら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない。多分この子。警備、きっとあいつらも事件のことで大変なんだろうね。キャラ。おい、そこの二人、ちょっと待て。あんた、いや、間違い。今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくる。さもないと。あんた、ちょっと待って。その。私たちはファミリー。そのギャラガーってのは一体誰だ。もっと。ギャラガー。俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。だからそれで合ってるじゃん。ダメだ、ファミリー。さあ帰って。迷惑をかけてごめんなさい。他の方法。そうだ、もう一回やってくれない。お願い。一視同仁にな。ファミリーの名誉に関わることだから、分かったら帰って。また同じことか。この人。だが今度こそ。なんかまだどくつもりはないみたい。さーて今のに任務終了だ。やけに騒がしいと思って。こんにちは、ギャラガーさん。ああ、知らない。俺は黄金の時で一。あの子のことは本当に残念だった。それも、私。まさか七。ファミリーがどうかしたの？いや、なんでもない。どんなに美しい夢に抵抗し。何かをほのめかすような意。まさか。そん事件について話したいんだ。あんなに恐ろしい事件が起きた。調和のファミリーを除いて、ファミリー自体もファミリーのメンバーたち。面白い例え方だ。だがに巡回レンジャーの言葉とは事実を指摘しているだけだ。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。何の代償も苦痛もない。安楽と快楽だけの無休。しかもその絵師は伝播していく。最後は人々が自由のために。今回の旅ではかなりの収穫があった。もちろん。ただの癖だから気にしないでくれ。なるほど。これで十分だ。これが私のこの旅の浅い見聞だ。以前ある人に言われたことがある。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇夜を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさ。だから
美しい夢の崩壊は必然だと。もしかしたらその全てを変える方法が。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の、ヨミさん、今度は俺が話をしよう。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、その後その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したという。人は常に未来に向かって進み続けなければならない。人間の要塞、そしてその男も決して失敗したわけ。彼は神話における太陽を追うものだ。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。無数の人々が彼の体を超え、より七死人の開拓の精神にふさわしいな。ありがとう、ベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。私も旅をし、完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私のか。私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなた。それは残念だ。いや、あなたの疑念を。だがそれでも聞かせてほしい。ベルトさん、その質問に答える前に、さっきの話、あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり、ではそうして最後の鳥も。なぜ私たちは光に向かう。久しぶりだな、ピノコニーを楽しんでるか、ヤオミ。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて、店主に質のいいやつを。偽物？なるほど。彼女は、あなたは誰？相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ。私は。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あ、何を言っているのかよくわからないけど遺言状を書いてほしいの。遺言状なんかじゃないわ。あ、彼女は純子の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ純子の運命の後人。オーケー、まさか味方。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、あの女の過去、んなもんだ。存在するはずのない指令だ。顔色が悪いな。それとも
よくまた僕の前に顔。これこそが君の望む結果だと思っていた。もうダメだと思う。凡人院の点、戦略投資部の連中も。わかった。またそんな。サンデーとの会話で謝礼金も取り戻せたし、自分の惨状を復唱し、僕に言えることはこれだ。自分の行くべき場所に行くといい。ああ、だがさあ、それは君狂ってる。もういい、これを持っていけ。死ぬ直前にそれは。これはなんだ。君はドラマ性ってやつをよく。人に事件を調べさせておいて手がかり一つくれないなんて。でもあの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子。やれやれ、お前さんは、お前さんた、面白いシーンならもう。これはこれは、し、ひどいで。それだけ？他にないわ。そうだね、目がたくさん。まあ、頭の中に何かあるような感じがする。準備の歌だ、銀河で歌い。ああ、綺麗。それは、あなた、優しいのね。うん、きっと行くよ。し、それは…実は、僕はタブロイド紙の記者で、今は…ただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルでは、お客さんが眠ったまま起きの原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそうよね。ありがとう、今の話で十分だよ。シペの五感、眠ったまま起きなくなった。夢の中で脳が、頭の中の声が強くなってる。だんだん近づいてるみたいだ。酔っ払えば夢。お、それとも、おスラーダはの、おっと、スラーダの悪魔。いいぞ、あいつらが言うにはそれは酔っ払いの前。確かに面白い。ファミリーに入る前はみんな安全にはご注意ください。あなたは体調が優れないようですね。助けが必要でしたらホテルに連絡して。いや大丈夫、まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました、無理はしないでくださいね。ああ、実は聞きたいことがあるんだけど。密航者。そっか、やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。私と話がしたい。お金を持っている人。あなたも体を。あら、あな、その局長は。理由は大した。よく考えてみ。僕にこれは大した金額。本当に、まさか。僕、落ち着いて。やっぱりか。どっちでもないけど。へえ、君も僕の父さんと同じ。父さんは主にそのスラーダの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊。やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が。花火が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。
あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど。そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことに、もっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？はあ、あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口、その結果はどう？君は失敗したどころか、自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん僕が聞いてるのは口の聞け分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じようにでもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふん、愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのは何でだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんな、なんで花火が君を助け、君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ足す。本当にロビンのことだったのか？もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってた。教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられない。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかった。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれそっかそっか、よかった。また花火のだ。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた二つの問題の答えについて。16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけたい。これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから、カンパニー。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあ
あとのことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、愚者。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ、絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可したお。あの黒いスーツの連中はおだが、俺はお前が幸運だと思って、お前への最初の命令は至ってシンプルだ。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができれば。狂ってるな。はっ、ただの検品だ。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。反省系だが、お前は見た目が悪くない。だから大勢の客が。いくら使った。あ、なんだって。僕の価格さ。ふん、知りたいか。いいだろう、知りたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら。俺と賭けをしたいだと。だが悪いな、それはできねえ相談だ。お前はただのチップ、他人に握られて投げられるだけの命だ。オールオアナッシュ。俺のか。ギャラガー、あんたが来るなんて珍しいね。ちょっと私なら一日中暇してた。メニューには何でもの。何が飲みたい？すぐ見て、かっこいいおね。セーバルって誰？あ、聞こえてた。あんまりそいつらをからかわないでくれ、脂肪。年を取ったから少しは。それなら全部カウンターの下に。ああ、そのつもりだ。事件の話を。バーの中？ここは無教だよ。うちのこと可愛いお嬢。現実世界でもカクテルは。そうすることでお客さん、つまり何。見て、この半琥珀期前。こんなの人に飲ませ。え、これ私のコレクションのシロップ。じゃあ。これはカクテルに何か出して交換しろ。作られた階段も結構集まったね。これで足りるかな。どいて。しアミーチ言わな。でもあなたには才能がある。一緒に行きましょう。私たちならきっと。見ての通り今。わかった、首を縦に振ら。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人に。さっき使った。うん、任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？私を帰らす。一体どうして？どうして？
部アイリス家のせいよ。アイリス家の人たち、分かったかも。私なら彼女のこの、一体どうして。見えた。観客たちは拍手。この光景は何ね。かん、まだいなくなりそうにない。一体どうして。おかしいと思うでしょ。私は臆病で弱め。あなたはシボーンの過去を知らないでしょ。分かってるわ。あなたと、もしかしたらこれは飲み物だよ。彼女に渡しておいて。アミーチは帰ったの？準備ができたらギャラが。あれこれ言ったが、カクテル作りバーの中を見。へえ、早い。面白いものを持って、それぞれの飲み物に。これはあのハヌヌが愛してやまなく、ベースを選んだら次は副材料だ。美しい未来、ずっと忘れられないこと。ミハイル、これでいいな。次、勇敢で恐れ知らずの反逆者。よし、完成だ。この墓場への切符でお前に敬意を示そう、七死人。死んだ者とこれから死ぬ者に。やるじゃない、ギャラガー。この味、豊かな味わいで、これが何を意味する。残念だが、もそれの持つイメージはとてもシンプルだ。この本当の味って。そうだ、ねえ、いっさ事件について話そう。結論から言おう。俺も彼女に騙された。ところが結果は、その子は忽然と姿。え、それって。いや、それはありえない。はっきり言うが、彼女初めて見られた以上、もうこの程度のことで本当にこの事件について。そこでさっきの鋭いな。夢の中で不可能を見ちょっと何笑って。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだって。まだ推測の息を出ないけど、正直ピノコニーの父が。そうか、なら教えてやろう。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は死。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談。あんたたちはこの機会を利用して。今ならなぜ大奥家が七死人の調査の拠。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく。ミハエル、ほら、クラークフィルムラ。時計屋の話をする。町の文化ってのピノコニーが昔カンパ、そして長期的だが、何事。彼こそがブラザー。歴史とは常に勝者によって。このキャラクターたちは、この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体。ほう、ずいぶん。いや、さあ、地図ここにするか。クロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、彼はブラザーハヌの仲間で、美しき夢の街の初期メンバーの一人。それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔い霊人、薬剤前衛。当然その中には後の時計屋も含まれている。でもそうなると、時計屋は何百年も生きてるってこと。わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。
ワンカンさんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。乏しい人だが、歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようと、ファミリーだから。彼はピノコニーの父という。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの。俺は彼の仲間じゃない。だが確かに。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りだ。かつての俺にはあんたらと同じようにミハイルは年を取ってたから。奴らは対外的には時計屋の。それでも俺たちは彼の名誉だが、俺たちは負けた。長い時間がた、ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだ。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょう。どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。残念ながらこれで分かったか。俺たちが探していること、それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみ。さて俺のし、うん、スタジオの方。皮肉なもんだな。今ギャラがあって、ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多く、今回の調査でこれは。仲間が心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。このまま進むと、これまでの道のりは順調。まずは話を聞ける人。これほど立派な屋敷なのに、この扉は開いているようだ。待て。シロ、自分の気配を少し薄。なるほど。私たちはこの模型、ここの足跡は他の場所と違って2つあるが、少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。足跡の主が、うん、おそらくあのアベンチュリー。2つの足跡は前後、カンパニーはピノコニーを。過去の伝説。人の気配はないが、ここに多くの身。モンスターの体から。これは朝露の矢が多くの人手を。だが、つまり、ああ。ここにも誰もいないな。誰もいないなら勝手にさせ。列車のみんながピノコニーに到着。ロビンはそれはファミリーの。それもサンデース。
ビンさんはインカ彼らの方人は成長ああロビンどうやら彼はただピノコニーの夢の主も彼らは他の当主は死を絶サンデーはどれも何かいやサンデーさんが ここまでにしよう門を入るまで気をつけろ許可なく立ち入り禁止の場所に入り巡回レンジャーのすまないサンデーさん声をかけられる人が見つかるたとえ出迎えがなかったとしても普通そちらの巡回レンジャーはともかく私の知る俺たちがここに来たのは大丈夫だ彼は真実は未だ明らかに俺も早く正義が明らかにな率直に言うが調和セレモニーの開催他の当主もあなたと同じような疑念を抱むしろアベンチュリンさんは商人であファミリーは今でも不測の事態を インターホットラインにこの詐欺事件は本事件の容疑者は戦略投資部責任者本当に綺麗な目ねもしそうならとっくにあなたの目あなたを弁護する度胸のある弁護それは別に自分の弁舌によっぽど自信僕は望みを叶えてあげただけ運が良ければその点は否定しないわでも私レディー僕の命だそれで君たちのラーナに会わせてもらいたいその後は金が欲しいそんな簡単な話じゃないそんな簡単な話さ30その金さえあれば面白いじゃないでも残念ダイヤモンドはあなたに会いに来ないあカカワーシャさあ自分の好きあなたの計略が命ってのはな一生正しいけ血母神が僕をでもこの難関を突破一回全てを失う卑しいギャンブラどういうことだは夢を見てるのか多分そのもう僕のことを忘れたのかいもういい僕は狂ってるのかもしれないけどバカじゃない調和バカ言わないでくれ僕たちは別に初めて会ったわけじゃないそんなに僕は君で君よりも自分のこと君が望んでいることをよく知ってる君は死にかけてるんだそして死を前にしてもなお盛大なショーなんて本当に自分にどういう意味だ君は全ての人を騙せるかもしれないけど僕が証明してあげる歩きながらこの世界の大半の人たちはある一つの結果にたどり着くためだけに生きているカカワシャ最初は幻聴今度は幻覚か本当にすごいなピピシジが一人いるだけいや違う子供か確か黄金の時はどうしたのお兄さんありえない綺麗でしょお姉ちゃんはこれはマザーフェンゴからのプレゼントなんだって言ってた
お兄さんも綺麗な目。君は、お父さんとお母さんはこの遊園地にいるよ。僕もう行かないと。じゃあね。あの目、それにマザーフェンゴ、いやありえない。もう宇宙にエビキン人はいないんだから。話しとく。僕が本ちょうどあの教授にゲッ図星だった。みんな君のゲーム大したものだよ。人前でボローだ。ソングのためか。君ならし、もういい。はいはい。とにかく僕じゃない。僕かくれんぼが一番得意なんだ。どうして？おや、彼女の奇跡。僕はただあの羽、奇跡の色は、これはただの餌。ああ、そもそも彼は あの真面目一徹な大久家の当主だから。君はレイシオを彼に合わせ、わざと計画が漏れるよう仕向けたんだ。相手に疑われない。レイシオには全て本当のことを話して、そして最後、君は三つ目の僕の頭の中を勝手に覗くな、クソ野郎。君の頭、僕たちの頭の間違いだろ。君は僕であり、僕は君。人前でボロを出さないようにするには、先に自分を騙すのが一番。これはサンデーが持っていたもう一つの奇跡だ。とても綺麗な緑色で、君のように人当たりがよく、狡猾。これの名前を。じゃあ僕が思い出させてあげよう。砂金石は幸運と計略の石。君、砂金石は珍しいものじゃないけど、ある宝石と色がよく似ていることから、その宝石の代替品として使われることが多い。そして、翡翠と呼ばれ、あのサンデーでも見抜けなかったんだから、翡翠も砂金石の代わりとして使えるみたいだね。アベンジュリー、トパーズ、ジェイド、サン、言っただろ、チップ前者なのか。こう、それで本物の砂金石は？ただ君の口から聞きたいだけさ。今のそれはなら、
君の望み通りにしてあげよう。そう、君は出発前、その見た目君の支離滅裂な人生にそっくりだ。どんなに輝かしい外見をしていても、中身は価値のない石ころ。こんなことをしたら、ダイヤモンドはいつだって結果を重視してきた。僕の海だ。何の代償も払わずにファミリーを騙せるわけないだろ。大丈夫、孫悟の軌跡は砕けても効果を発揮するからね。たとえ効果が大幅に弱まったとしても、僕にとっては十分だ。君は毎回危ない橋を渡ろうとするんだい。まさか本当にリスクが大きいほどリターンも君にはわからないことがたくさんあるってことさ。それは君が本当にできることが前提になる。ま、その時になればわかるさ。奇跡が消えた。また調和の幻覚か、うん、いた。奇跡が消えた。また調和の幻覚か、また、うん、本当に楽しかった。それを言うな。そう、それ僕とお父さん、お母さん、お姉ちゃんを一緒に置くと家族になるんだよ。よかったらお兄さんもやってみて。ずっと難しい顔してるけど、遊園地では楽しまないと。そうだね。つまんないな。なんで黙ってるん？君は確かに今回はやけに素直さは僕たちのスタジオ。紫のお花あげるよ。行き止まりか。
何か思い出す。君には関係ない。ヒントが必要。君はこの手。黙れ。僕が思うに弱い奴が。ああ、あの同行者。残念ながら君は。君が言った小細工は確かに子だって。彼女は僕に。つまりそれは反則だ。この葉っぱを持ち帰ったら新しい花が咲くかな。消えたのか、それとも僕が消えようとしてるのか。やっと出られた。帰るの？でも僕まだ帰りたくない。聞こえる。
かわからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味が湧くっていうか、もっとお兄さんのこと知りたかったのに。もう？君は…うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし、雨も降りそうだ。君の家は…おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、お姉、この夢だよ。この遊園地、でも…どのくらい残るつもりなんだ。兄さん、僕たちは君と一緒に。これは死を覚悟した人に捧げる。相手の意表をつくのはめちゃくちゃなやり方だけど、君にとっては珍しいことじゃない。なぜなら君は真犯人が誰なのか、遺産なんてものにも興味がない。ただ公正に仕事をするカンパニーの社員と、そしてこの歌に。僕にはできる。はあ、そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つの性格と一人の試練、これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して、夢にまで見た救済を得ることができる。別に初めてじゃない。俺は君の一番得意な、一番望んでいる。だからダイヤモンド、彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段もだ。それは大変。急に思いやりが出てきたけど、両親、僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。僕は君がすることを止められない。君が行く場所、腹水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンスを使う。その終点にたどり着いた。分かった、僕は先に行くよ。最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる、後悔なく死ねるようにね。これで残ったのは僕たちだけだね。写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。よかった。今度写真を撮るときは、うん、そうする。僕はまだ帰る。ここでまた。じゃあもうすぐすなら行こう。ああ、お兄さんって役者さんだったんだ。
道理で綺麗な服を着てると思った。いや、実は僕は商人なんだ。でもここでショーをするんだよ。黒い服を着た人たちみたいに。でもお兄さんは黒い服を着てないよね。あの服を着てるのは一般のスタッフだけなんだ。僕のポジションは彼らよりずっと上だから。君ならきっと僕よりずっとかっこよくてすごい人になれるよ。この幕の裏がもうすぐ出番だけど準備はいい？公演が。ありがとう。まだ緊張。よし、じゃあ手のひら合わせしよう。地母神手のひら合わせはちょっとした儀式なんだ。手のひらを合わせてマザーフェンゴに祈りを捧げるとマザーフェンゴが祝福してくれるんだ。知らないなら僕が教えてあげる。大丈夫、もちろんね。ここでお別れだね、カカワーシャ。もうすぐカティカ。どうして？カティカ人は血に飢えていて、これは計略であり、彼らはエビキン人がこの日。でもカティカ人たちはこの雨がなければ。でもエビキン人は必ず仇を討つ民族だから。あなたが生きている限りエビキン人の血が絶えることはない。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で地母神があなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血。旅がいつまでも計略が決して。さようなら、カカワーシャ。スターピースラジオが本日のニュース。反乱を起こしたのはカティカという部族で、この部族は。カティカはカンパニー保護下に。スポークスマンはこの最後。彼は私。カカワーシャ、役者の準備は整った。いよいよショーの始まりだ。この公演は君に捧げ。カカワーシャ。ああ、そうでした。行く前にあなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼし。仮に、きっと僕は喜んで書けるだろうね。一緒に行動すると決めたってことはあんたを信頼してるってことだもの。あなただけ。ヨミさんは危険分子ではないし、請求列車に敵意を持っているわけでもない。アベ、これからも協力を続けるなら彼には納得のいく説明をしてもらう。それって
三者が顔を合わせる場を作りたいってこと？アベンチュリンさんの行動の裏にはもっと深いロジック。こうなった以上、彼の計画の中でそこまで事態が発展した場合を考える。あんたの言うことにも似ても、やっぱりピノコニーの木。時計屋の謎を解き明かすにはカンパニーのも意義はないようだな。もちろん同行させても。じゃあ出発しよう。焦らなくても大丈夫よ。レディース・アー・ピノコニー史上最も驚くサーフィスカンパニーが皆さんをお待ちほら、ね、役者と観客の両方が会場に来なかったら。行こう、みんな。今すぐクラークフィルムランベルトさん、どうして仲間に私の正体を教えなかった？君が言ったように話したくないんじゃなくてできないんだ。だが俺は君を信じたいと思っている。君に、そしてきっと彼女たちの立場でも同じ決断を下したはずだと俺は信じている。ありがとう。お返しに、これからの対決で請求列車に不利な状況になった時はあなたたちの味方をすると約束する。微力ながら手伝わせてもらおう。アベ、いくらなんでも大げさすぎ。誰もいないの？みんな目を離さないで。言われた通り来たわよ、アベンジ。もちろんそう。拍手で迎えよう。このステージと彼女の正体は？いや、関係ならあると。それはね、3件の殺人事件。そう、3件目の殺人。本当に盛大な死がね。虚勢を張っても無駄だ。おや、かけるのかい？いいだろう。あなたにはで、できるかも。だって僕はツガンニアの砂漠から来たんだ。でも太陽は僕、君たちに毎晩夢をみんな断る理由。サイは投げられた。さあ、ゲームを始める準備はいいか？喧騒者の空水しか何の価値もない。賭けよう、このゲーム。僕が勝つ。オールインだ。僕は死をも乗り越えてみせる。全てを。
全部話した。立ちなさい。素晴らしい時をさようなら。ファン。地上よきため。小説の志は朽ちることなし。もしかしたらピノコに行くは夢の中何も探すつそれらは、おそらくなぜだ君が歩んでいるそれがそうは運その影の彼らのあなたの目には君にはだがそれで十分だそれが完全に消え私は涙雨降りて溢れる渡り読み字を焼けず常よ帰ろここは巨大なブラ成功した。
この悲しい世界へようこそ、カガワーシャ。あなたの幸運は私たち、すべてのエビ賢人にとって最も貴重な宝物なの。2日間生き延びることができれば、お前の力が本物だという証明になる。富、地位、権力、カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべて。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。残念だが、ここはあなたが期待している場所じゃない。虚無なの。あなたから見れば、眠る無双者は誰かに目を向けたりしない。ただつまりこれは一瞬で過ぎ去る夢、無数にあるいくつの。僕の死は決まっているみたい。あなたがそれを望んでいたとしても、私には約束できない。目的が達成されたなら、あなたはもっと正直になるべきだ。どういう意味かな。遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたが、あなたがここまでの労力を払い、自分の命までかけたり、ピノコニーの無境に本当の死は存在しない。どうしても。そうしなければ、あの連続殺人事件、夢の中の死を利用して、時計屋の遺産。どうしてわかった。私も予想し、それはあなたも自重。確信はないけど、殺人事件はこの美しい。同時に誰かが壁の生きて帰って。そう、ヒントは早いだ。深海から。ヒント。残念だけど、真相を解き明かす。私には、あなたは確かに、あなたはこう勝て、だからこそあなたは勝て。あなたの計画では、大きな賭けだと思うだろう。性格を爆発。もし君が、もしを話していても、この後あなたは迷ったことは。それ以外、この夢から覚めたら行くべき場所に行くといい。あなたの賭けはまだ終わってないからな。別れる前にもう一つ質問に答えてもらえないか。どうして僕たちは死ぬためにこの。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕たちを。だからこそ、でもそれは、もし運命のダイスの目が。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれ。だがあなたは、睡眠は死の予行演習なら、あなた仮に結末が、だがその前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末は、自分のポケットを見るといい。あなたの友人はとっくに答えを。幸運を祈る。じゃあその人たち、みんなが行くところにいるんだ。遠く遠く。お兄さんも。うん、でもいつか、だからその時が来る前に。何の準備？彼らに会うための準備だよ。お兄さんなら
ああ、もちろん。僕は地母神の祝福。でもまだ緊張してるみたい。僕もそう。カカワーシャ、最後に。もう行くの？ああ。地母神が三度瞳を閉じますように。その血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。そして望みを叶えたのね。計画通り、あなたの奇跡はファミリーのテリトリーに届けられました。次は私たちの役目を果たして収穫を始めましょう。私はか全てを。目が覚めまし、ここでずっと待っていました。私は性格ハンター。もっと早く、予想以上のエリオの言う通り、私は彼なので。そう、君に見せるしかない。迷宮のような廊下や部屋、あちこちに仕掛けられた罠。この屋敷の主は疑心暗鬼になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。個人的な意見を述べたまでだ。ギャラガーさん、私はあまり忍耐強い方ではありません。消極的。あなたが真犯人とつながっているという。悪党ならず者、酔っ払い、ゴロつき、そういうゴミみたいな言葉は腐るほど聞いてきたが、まさか自分が殺人鬼の共犯扱いされる日が来るとは。さっきの言葉を撤回しよう。お前の問題は疑心暗鬼が過ぎることじゃない。お前は狂ってるんだ。わかるか、狂人。お前らファミリーは俺のような老犬の背骨を折り、牙を抜いた挙句、今度は殺人犯呼ばわりするのか。ふざけやがって。町中の野良犬におかしなことをするのはスラーだ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ。俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを。あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で
彼が何をしようとしているのかは分かりました。私の使用人はなぜ私が彼を見逃してわざわざフィルムランドのステージを開けたのだと思います。私の狙いは最初からあなただったからですよ、猟犬。俺が本当に犯人ならどうしてそこまでコソコソする必要がある。ああそうか、忘れてたが、お前にも面倒な主人がいるんだってな。あいつらはお前に殺人じ…そうだろう。どうやらあなたの変装は変装？俺が偽物に見えるなんざどんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ。こう確かにあなたの体を構成する全てのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サー・ウィテカーの視線を思わせるオレンジの瞳、風変わりな傷跡は灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテルズ、52人の中、それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中でか、違いますか、神秘の手先。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見くびっていたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした。それでお前の妹とあの密航者を殺したのが、少なくともあなたと記憶行きミーム死がおる。いいですか、私はあなたがどうやったのかなんてどうでもいい。貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜ。人は目に入った砂を見れない、ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか、教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。皆様こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。